初代ミドル級王座決定トーナメント、ミドル級のチャンピオンになることしか今考えています。 K-1 でね、一番盛り上がる階級にしたいな。これが75キロの主役になります。攻めていく、試合するっていうリスクがある、直近の動きの対策を狙えるわけだし、でそういうのも含めて試合をするっていう、一つ一つの攻撃を盛り上げていくっていうのはそういう仕事なんで、サイクルマッチ前は本当にプレッシャーがやばくて、この試合やったらもう1年ぐらい試合したくないなとか思ってたんで、終わったらやっぱり試合したいな、やっぱりチャンピオンが出ないと盛り上がらない、挑戦、そういう意味で階級上げました。鼻のない K-1 チャンピオンとオーラのないクラッシュチャンピオン、シアハト選手はあんま知らないんで響かなかったですね。まあ上がってこいよ黒田、チャンピオンにふさわしい試合を。現在16歳、未来のスター候補の池田だ。ヘッモンコール、なんじゃお前、お前が一番鼻ないわ。試合で頭使えてないバカかな。絶対に勝たないといけない、ここ勝てば一気に上に行けると思う。セバキャロー、森坂ー、おーやったー、